はい、どうもクロソロ出版の高安と申します。あ、はい、あのクロスロードの中田と申します。よろしくお願いします。まあ、本日はですね、4月20日にこのクロスロードが発売されたということで、あ、後ろに載ってますね、はい、発売されたということで、はい、初めてのこの2人のメイン、はい、頑張りたいと思いますので、お願いします。あ、はい。まあ、本日ですけど、まあ、このクロスロードこのページで言ったら、そうですね、ジョイカル超えての BRZ。 これ BRZ ですね。これ乗りたいです、自分。どう思います？うん、いいんじゃないかな。お前、免許持ってる？持ってる。MT 乗れる？持ってる、持ってる。乗れる？あ、乗れる。じゃあ買おうぜ。買う？買っちゃおう。あ、私、お金がちょっとないっすね。お金がない。はい。お金がない。はい。なんで？実家貧乏。BRZ って言うと響きよくない？スバルだよ。だね。スバル、これスバルの車分かる？分からん。もう即答だな。スバルが分からないって。でも BRZ、まあこれ、自分の時はこの、うん、水平対向エンジンは、低重心コンパクト、スポーツには使用必要不可欠だった。うん、まあ何ですかこれね、はい、分からないですけど。これ、まあ、サイドビューとかこう見て分かるようにこの部分ですね、アップできますね、こっち後ろ。おー、サイドビュー、フロントビュー、リアビュー、かっこいいっすね、この車。うん、かっこいいね。これも乗らないといけない車っすね。エンジンもかっこいいんじゃない？エンジン、どこ見てもあ、4気筒エンジンね。あー、かっこいいな、これ4気筒、いいね。リアスポ行くない？リアスポ、リアスポ、わかる？リアスポ、あー、これ後ろにある、なんか翼みたいなやつ。そうそうそう、最近知った最近知った、撮影行ってからリアスポ丸つけてみたいな。もうリアスポ、なんと思った？ R スポって書いて。あ、そうそうそう、琉球スポンサーと思うのよ。 OK、まあ次なんです。次は、まあ、トヨタの名車といえば86。86、86、分からんの？86、え、分かる。じゃあ掛け算くじゃないよ。はい、じゃあ車の名車といえばトヨタ86ね、はい、これは、まあ、友達も自分で乗ってるんですよ、86。あ、そう、乗ってる。でこれじゃないけど、これ昔のタイプ。ああ、やっぱり今の86はやっぱり上等だね。やっぱりやっぱスポーツタイプって感じしない？やっぱトヨタってこの柱で書いてる86。こっちらへんのトヨタ車両っすね、これね。遠いっすね。やっぱかっこいいね、見てこの。お、タイヤ、タイヤのホイール、ホイール、かっこいいの。前もかっこいいし86いいね。あ、でも86ってあの白黒のしか分からん。あ、それ分かる、あのイニシャル D の。そう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 、あの峠走るやつよ。そうそうそう、あれ有名さ、イニシャル D 86は。その86は友達乗ってるから。あ、そう、86一回乗った場合やな、はい、早い、さっぱり。マジで、うん、86早い。やっぱ86ってやっぱりトヨタの名車だ。うん、トヨタといえば分かる、分かる車、トヨタの名車といえば、もう自分的によ、自分。スティングレイ。え？スティングレイ。もう鈴木ね、お前。もうトヨタのスティングレイってもうダメだろ、お前。トヨタを。もう一回謝っとこう、トヨタに。はい。一回謝っとこう。あ、すいませんでした。やっぱトヨタといえば、もう自分的にマーク2。お、あ、分かるだ、マーク2。お。あれ、トヨタね、一応。お、そうなんですか。うん。お前、トヨタでスティングレイって、お前、軽自動だもん。トヨタに行けあんまりないだろ。ほとんど大変だろ。やっぱ86ってやっぱり、うん、こうナンバーも見て分かるように86、端くるってるけど。おお、ほんとだ、86ナンバー。やっぱ86ってやっぱこれやっぱ自分車買ったらやりたいね。うん、いいね、いいね。やっぱり誕生日、誕生日やりたい、うん、おいつ誕生日ですか？4月28。どうでもいい、そろそろ。どうでもいい。誕生日って何が欲しい？86。 86? 48な、 OK。 で、この口コミドライブ、ああ、美味しそうのいっぱいない、美味しそうのいっぱいない。何これ、おピザ、これはどこだ？時を忘れるひととき、かまんかったね、やばいね、これ。やばかまんかった今な。か、家人法ってこれ元部長っすね、元部長。あ、じゃあ俺の担当、担当、お前元部だわ。俺名護と。おお、じゃあお前ここ昼が毎日こっちな。あ、はい、決定な、昼が毎日。分かりました。
ピザって、ピザ言えない口コミ、こういうの書いてあるんだ、初めて見たのこれ。あのカフェの、カフェどれ、キャプタ、あ、ね、キャプ俺英語読めないっすよ。英語読めないっすよ。どれポテトめっちゃでかくない、どれポテト、うん、相当でかいなポテトポテトこれやっけえだな、このポテトハンバーガーぐらいはないか、ポテト違うぜこれ多分、違うぜ、ハンバーガー小さいわよ、嘘、ハンバーガーが小さい、もう褒められて、あ何がいいじゃん、いやある地元石垣さん、うん、石垣で美味しいなんか口コミのとかある？あーうん、石垣丸部、丸部丸部ってかちょ知らんけどどんなとこ、あの大浜にある丸部、大浜ってこうからけど、あっちのチャーハンがめっちゃ美味しい、チャーハンめっちゃうまい、じゃ、うん、次買って持ってきたら、あー OK です、次は2つ買ったです、あ、はい、なんで丸部、丸部、丸部、あーいいねまあ俺は地元ヨナバル、ヨナバル、ヨナバル爆発すんだよ、まよちゃん、ヨナバルといえばね、やっぱヨナバルそば、あー、やっぱり聞いたことある、聞いたことある、食ったことないわ、ない、いや食えへん、ヨナバルそば、あ、食ってないな、食ってない、食おうぜ、ヨナバルそば、でも、ヨナバルの一番名産はよ、うん、なんとも当てたら、ジュースおごるよ、マジで、おう、一発しゃぶな、行ってみっけ、ヨナバルといえば、はい、ヨナバルといえば、はい、さあハンバーグ、ハンバーグ違うよお前、ビックリドンキーかよ、ハンバーグでした、ヨナバルとひじきね、ヨナバルひじき、あ、ひじき、ひじき死に有名だよね、食った、一応食ったことないけど、俺ちょひじきって何、ひじきばかりお前お前カメラ決めてないよひじきっていうのはお前カメラ決めてない、いっぱいあるよヨナバルに、落ちてるよ拾えばいいさこれお隣で南城市だね、見てみよう、南城市、南城市のカフェくるくま、おお、いいね、なんかいい感じ、やっぱお腹減ってくる、え、これどうぞ、腹減ってくるな、今日ラーメンしか食べてんてか、ほぼ毎日ラーメン、お前体壊れるよ、ラーメンばっか食ったら、彼女が欲しいんだけど、最近もうここで言う、ここで言うましょうけどね、彼女欲しいとかね、いらないけどね、そういう話はこれ上のなんか、そう、ティダアンダー、どれ、ティダ、これか、ティアンダー、これか、ティアンダー、これすごいっすね、元部から差し切って、おこんぐらい触るぜ、こんぐらい、こんぐらいか、こんぐらい触るぜ、マジで、うん、こんぐらいか、こっちが、まあ、元部、うん、差し切り、こんぐらい触るぜ、難しいやん、ね、一応、うん、まあ、160キロないな、未満だし、マジで、ね、こういうの乗ってたんだ、クロスロード、あんま見てなかったな、俺ダメ人間だな、俺しゃれてるね、しゃれてますね、これこんなしゃれてるんですよ、行ってみてくれ、一回行ってみてくれ、うん、行ってみて、なんかあれやのに、お前は俺とお前会うって言ったらあれやし、量が多くて安いところさ、あ、そう最強食堂とか、最強食堂、あっち最強だよな、最強か違う、最強と思ったことはないですよ、はい、ちょ最近よ、ちょっと最強行った場合やな、最強行って、いつも通りそば定食、あ、いつも通りの名前の割には名前の失礼だからそれ失礼ね、お前すいませんでした、最強食堂、ちょっと言ったら謝ってな、本店に、本店ちゃたんってよ、そうっけ、知らんけどあ、ここタマグスク、いいとこある、これか、これなんていうの、これカフェ大花宝っていうの、これ、うん、大花宝、お前も漢字苦手パターン、うん、苦手、お前漢字読めんさ、漢字は日本語一番苦手だわ日本人資格さん、日本人資格だどうせ日本人日本人そろそろやめようかなやめんな、でもこれ写真コーナーあるさ、おー写真コーナー、愛車自慢あるさ、うん、ここよ、俺が中…え高2だ、高2、うん、一回出したわよな、マジで、うん、出た、わかるけどそれは見よ友達がいて俺の1、2がまたがって、うん、デジデブよ、うん、なんかくれないの豚、お前もデブだろ、その時は65キロ、あ、そう、あ、今3分の1感じ、お前正面、あ、もうデブでも知ってるけどね自分は、まあ、俺よりデブがいたばやな地元に、あ、そう、うん、そいつが、まあ、俺の1をまたがって、うん、俺の前の昔はゴーグルメッタつけて、うん、なんかくれないの豚、うん、そっくりだばやな、うん、で投稿したばやな最近クロスロード見てて
ちょっとまあ、うち戻った時に、いたばやな、そいつが、コピーしようやん。デスクトップ映したらすぐ。映してコピーしたらすぐ。友達あげてよ。え、これ一応5年前ぐらいだと思ってたけど、そいつ、未だに体重増え続けてるからね。マジで、うん、今、130近いからね。デブだな。デブやんに。ありえん。ありえんって言うのやん。そいつの今の職業聞きたいか。パン屋さんと思う。ほいで本物のジャムおじさんみたいになってるね今本物のココストアのあれだパン屋さんあれ、うん、そこ毎朝朝5時出勤の9時帰宅っていうからね朝のマジで4時間4時間朝5時からで親父が仕事してるさ、うん、昼とかもう朝起きたらいいとも始まってるっていうからね、うん、お家で一応もうそいつパン屋さんだけどまあこのクロスロードね、はい、まあ4月この4月20日号、うん、まあ車のインデックスに載ってる、うん、インデックスといえばこの後ろのページなんですけど、うん、後ろのページに載ってるライス、うん、なんでだろうあったっけ、まあ、だったら出てあげるこれ見て言えないでしょこれ違うからよあ違う違うから472台これ販売台数近いだろお前400ってこのページだったら20ページぐらいだぞお前あそ う, おうこれだって1台がまあ1台多くて25台さ、うん、400っても20ページぐらいだよお前お前バックお前もうちょっと勉強しだからもうちょっと勉強しろお前聞きたい何台か、うん、そんなに聞きたい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 じゃあ後からな後からなそんなに聞きたいじゃあ今言っていい、はい、8576台おおやっぱ多いねクロスロードやっぱりやっぱクロスロード神だね神だね沖縄代表沖縄代表だね、うん、沖縄代表クロスロードねやっぱり、うん、でパーツ何点と思うパーツは一応、うん、太さで言ったら、うん、どんくらいかなこんぐらいこのページ全部パーツほうほうどんぐらいと思うこのページ全部パーツですこのページでも意外となんだよな意外とどんぐらいと思うこれ7603件と思うさ、うん、まあ、ちょっと近いけど7584点パーツすごいねパーツやっぱすごいねやっぱりさすがクロスロードさすがだねやっぱり本当にやばい本当にやばいねクロスロード本当にやばい結構ご了承だな愛してでもあ愛してますって言えちゃうとあいいっすいいわでクロスロードやっぱ目安い点で言えばやっぱりあれねやっぱり本で見たら分かるんですけどまあトヨタとか、うん、日産とか、うん、おか見てすごい分かるさ、うん、松田とか三菱スバルこれ分かるって言うとよくない、うん、これやっぱり超いい超いいよね、うん、やっぱりトヨタ見てすぐトヨタ欲しいってすぐ見れるさトヨタ、うん、これいいと思うかな俺的にで最近俺をこのクロスロード見て、うん、車買ったからあ車あ聞いてる聞いた、うん、何かと思うなんだっけ何だっけ言ってみちょっと高いやつだよおー言ってみてあのモテるおモテるおー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 おモテるモテる車といえばはい車といえばはい K 勝ってないな K はまあ自分はブルーバードシルフィーお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 ー言ってみるか一回あブルーバード出るかなブルーバードあブルーバードおシルフィーね、うん、ブルーバードブルーバードシルフィーお俺の見たことある車いやないない一応フェイスブックでは見た確かにフェイスブック書いてたな俺確かにな自慢チャーするよなまあ一応自慢できる車だもんね、一応ね一応ねまあ、こういう車だねあ、めっちゃかっこいいそういう、こういう車、ブルーバードあ、すげえ買っちゃったおしゃれだなどうするこれブルーバードでも、色的に言ったら、うん、ホワイトおほパールホワイトあ、何色買った今、パールホワイト言ってたのよやばい今、パールホワイトって今言ってばっかりしたろ、お前俺、最近認知症え知らんもう、顔も認知症みたいな感じですはでも、ブルーバードやっぱりよ高級感があるからやっぱりこれこんな車めっちゃかっこいい中身模様ほら見てこのすごくない
モテるんじゃないこれ。え？モテるんじゃない。いやもうモテようと思ってから彼女以外で女作ろうと思ってるから。おい、そんなわけないだろお前。あれ怒られるよ彼女の俺。いいな、で彼女欲しい。もうここで言うのや彼女欲しいと。お前気持ちいいだろ俺が。でもやっぱりブラウバードやっぱブラックいいね。うん、上等と思う。ごめんのしきやん。ブルーバーどうでもいいと思ってたらお前、正直言って言ってよお前、思ってた絶対。いや思ってない。どんな車欲しいお前。俺うん、どんな車欲しい。俺最近なんとかワーゲンっていうのが欲しい。あはフォルクスワーゲンかますから。そう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 。名前から覚えてきよお前。ビートルっていう車。ビートル、あーはいはいはい、あるね、ビートル。ビートルっす、結構上等車欲しいな。いや前田さんと一回、うん、あのこれだろ、うん、ビートル的に会ってから、はいはいはい、これだろ。お前ビートル似合わねえんに。俺洒落てる人が乗るやつ。洒落てる、お前洒落てると思ってる。いや思ってない。髪の毛がもずくもずく。髪の毛もずくから直そうぜ。まずあすいませんでした。オッケーです。でやっぱフォルクスワーゲンって言ったらやっぱりよ、うん、俺的によ赤が好きだよな。赤え、なに赤なんにフォルクスワーゲン。赤赤か黒どっちかだろ俺。そう思わん。フォルクスワーゲン俺黄色だけど。黄色とかお前もかっこいいけど、うん、お前に似合わない、うん、思わんか。思うだろ。黄色は見ろぜ、赤な。あ、はい、オッケー。でフォルクスワーゲン他にもあったやんに。そう、あ、そう、うん、ある。フォルクスワーゲン、オッケー、あった。あ、こっち CM あるよね。え？ CM なんの？フォルクスワーゲンの？なんかどんな CM？ あ、忘れた。一回歌ってみて。新車買うならっていうね。それと違うからよ、その CM とは、はい、見てみ、ゴルフっていう。あ、そう、ゴルフ。これかっこいいんだよ。もう知らんかったと思う。今これ見てゴルフって言ってたら。いやいや、嘘つけろお前。また発射発射やった。すぐ知ったくせからお前ほんとに。 あ、お前この見えてるやんに。んニュービートル、これ、いっぱいあった黄色。うん、だから黄色がいい。黄色、ちょ、いいな、上等だな、フォルクスワーゲン。うん、フォルクスワーゲンいいね。でも、自分の合った車買おうぜ。ん、軽トラとか。軽トラ、軽トラとか、サンバーとか。うん、サンバーお前知らんだろ。名車にサンバー。あ、サンバーわかるよ。わかる。うん、あの、ニッパーとか、あの道具じゃないよ、サンバーって。うん、わかるわかる。わかる、ちゃんと。でも俺やっぱり、日産好きだった、俺。日産大好き。一番好きなの、しかも、なんとも、俺一番好きなの。スカイライン。正解。スカイライン一番好き俺。スカイラインのよ。どれですか ?GTR? わかる？わからん。あ、俺この車好き。スカイラインの。もう。この車。ちょっとだ、見て。公園にある。え？公園にある。怖そうな人が乗ってそう。そんな、怖そうな人乗ってないだろ。いや、嘘。なんか怪しい。怪しいっていうのは知ると思う。一回もつけ。あ、すいません。スカイラインいいね、やっぱり。これ見て、スカイラインかっこよすぎない？かっこいい。ほら、スカイライン。あ、イケてるな。イケイケマックスでしょ。そう、めっちゃよ。うん。どういう車乗ったらモテるのかなって最近。どれがモテるかな。うん。思い切って言ってみようぜ。思い切って言おうぜ。え？やっぱ、トヨタ名車。うん、やっぱトヨタのよ。お前に合う車何が合うかな。お前に合う車って言ったらトヨタ持ってる車だろ。うん、持ってる車って言ったらやっぱりお前これしかないね、やっぱりクラウン。クラウンハイボルトでしょ、いくでしょ、やっぱり。見てみ、このドッポ見てみ、値段が新、かっこよくない？かっこいい。クラウンハイブリッド、ありえん、絶対持ってる。でもこれ買うまでにちょっとまあ手間暇かかるけどね、うん、買うまでに。本当にこれ乗ってる人見たこと今2人しかいない。マジで？うん、俺がまあ車して隣走ってきた。うん、車隣走って乗ってる人、うん、ブルーバード、うん、運転して隣からブンって言ってもやな、うん、その1人と、うん、俺また車でしてもやな、うん、またブンって言ってもやな、その2人。他人地元いるわけないだろ、この上等車乗ってるやつ。トヨタいいね、やっぱり。いいね。マーク2、アルテッツァ分かる？お前分かる。アルテッツァ上等だぜ。アルテッツァ、アルテッツァはよ、なんか
この俺一番強いのはあれだったの後ろこの後ろの、うん、これのこの後ろのこのランプっていうのブレーキランプかなこれ大好きあれだったのマニアックなやつマニアックなやつだ俺その時車あんま知らないけどで最近でもやっぱり車買う人増えてるさあ地元いない、ね、俺いやみんな足ないからなみんな歩きかモノレールマヨちゃんは沖縄で一番いい感じだね歩きとモノレールってじゃあチャリ買ってあげるよお何が欲しいチャリ俺の家のある俺勤めていいかおいいよいいよじゃあチェーンないけどいいいらねえじゃあチェーンパクらせばチェーンパクらやってるわ通らせた地元よやばいな地元で、まあ、コミュニティセンターというところ図書館行った場合な、うん、暇だったから、うん、行った時にチャリで行った場合な奥さ、うん、チェーンなかったチェーンってハンドルなかったそっから帰ったら歩けるから一応お家まですいませんそのまま捨ててからびっくりだよ、ええ、ハンドルなら分かるよあれすんだんだチェーンないとびっくりした俺いじめかなと思って本当に俺センスあれば一応慣れるやし頑張って一応ねなんか一応もうこのこうすれば育てるぞじゃチェーンなければ走らんくない一応、ね、もう三輪車おじいだよ押してもうそんなにしなかったけど俺はごめんな、うん、クロスロードすごくないこのマップ見てマップこのマップあるぞこういうマップこういうマップこと細かく書いてあるからね、うん、すごくない見てここ中部近辺やばい、ね、販売店多すぎでしょ、ね、販売店多いなお前の元部見てみるかどんだけ多いか元部見る見てみるちょっと担当させてもらうんで元部、うん、元部と名護元部と名護そう、うん、4分の1しかないから4分の1しかないここだろ、元部って言ったらそう北部県議とか、あ、有名だろ、北部県議、うん、あ、もうここ1ページ合わせて10件未満だけどうんでも、その分愛情込めておーちょっとシャッシャッていくシャッていくならこれはあれだねやらんしてやるやそうだねでも見習いだからな、ま、だ見習いからねまだ俺もまだ見習いだしそう最近やっとあはこうそうそうそうどうもどうもここどう思ったここあこれこれだよこれここ今日メインじゃないもんこれメインちゃっていいそうそう今日よあこれ本が出来上がって、うん、すぐお金渡したわようん、自慢しておっかをどうでもいいよだもう俺のこの頑張る人と見るより眠たいと朝見るからって言われて、まあ、朝起きていないし俺は仕事行ってるし帰ってきても寝てるし、うん、は妹に聞いてない感想妹に聞いてないお母さんの名前なんだえみこどうでもいいいやもう笑う音にこれワンのお父の連絡だから言っとくけどもな、ワンのお父にやろうかな、待ってけめぐみだろわいつもと違うだから、お金とはやめようぜあ、はい、いつもの時、いつもことなんだし、うん、やっぱりすごくない買い取りとかあ、すごいこの、これ買い取りとかページ1ページがみんなすごいね、やっぱり僕もこの、ヨナボデュース透けてるちょっとあ、お猿さんこれゴリラねお前似てんこれ似てる俺に全似てる、もう一回見てあげよう似すぎ似すぎそこまで言う今日かこれ真っ暗だ今日からごめんなでもやっぱりこういうの作る制作さんすごくない、うん、制作さんはやっぱ見習おうとしてデスクさん、俺たちがラフ指示書いたらすぐ頑張ってくれた、うん、すごい、本当にやっぱクロスロードの制作さん、うん、すごい、神だよ神様だよ、神様、うん、もうどこにも負けないやん、ね、負けないやん、ね、負けないやん、ね、負けない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 やん、ね、負けないやん、ね、し、本当にお前はすごくない、やっぱりね、うん、この綺麗なガレージ沖縄さんのおほほ
綺麗なレイアウトもすぐできるのからね、うん、そうだよ、広告ならね、広告ならクロスロードで一番最高、うん、4月20日後皆さんもね、まあ、ファミマとかローソンとかココストア、ココストア元の名称分かるか、分かる、あ、ホッパー、おいホッパー分かる、お前ホッパー分かる、ホッパー、ホッパーとあったわったの時代に、ホッパーっていつ変わったっけ、ココストア、俺んちが中、どうでもいいけどね、あ、どうでもいい、ココストアでも発売されたもするで、うん、石垣にも置いてある、石垣置いてある、置いてある、すごくない、すごい、石垣に置いてるってことはちょっと値段高め、石垣やっぱり、いや一緒一緒、そこら辺クロスロードまた優しい、おーやっぱりさすがクロスロードだな、うん、石垣の人これ見てからどこに来るのかっていう、石垣乗ってないぞ見るだけお前ちゃん見たことある、俺はない、ない、うん、こっち来て初めて知った、うん、ちょ俺正直言ったら中3から愛用し俺ね、マジで、うん、これで俺車勉強したから、マジ、車種とか全部バイクもクロスバイクから、で覚えてから俺第一希望ここだとか、はあ、俺はいいね、そういう背中にあった俺、本当に中2からバイク興味始まって、うん、バイクをまず買おうと、うん、バイクを出してみて、うん、その後にクロスロード本車買おうと、はいはい、これで見てクロスバイクとクロスロードで、うちのライフも、うん、まあ、うん、今からだね、そう落ち買うから、5月1日、5月1日後、うん、あ、今も頑張って最中ですね、あ、作って下で作ってるから、うん、下で作って最中ですね、みんなが働いてる、みんなが働いてる中に俺はおしゃべりして怒られる、怒られる、まあ、皆さんもね、このコンビニで見かけたらクロスロード4月20日後ぜひ購入してください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。